島田二郎11月22日台は、日本の裁判官、第16代最高裁判所長官を務めた。東京大学名誉教授、英文学者の島田太郎はあり、明治大学教授、物理学者の島田徳三は弟にあたる。名古屋地裁判事在任中に、高田事件では裁判の左賠席判事を担当し、異例の裁判の打ち切りを決めた、判決の起訴を担当した。 東京地裁判事罪人中には、ロス疑惑の三浦和義の刑事裁判を、初公判から数十回の審理を担当した。2006年10月の最高裁長官就任に、当たっては、裁判員制度のスタートを3年後の2009年に、控えていたことから、刑事裁判に詳しい島田が適任と判断された。長官就任直後の新人判事法へ事例を交付した、場での挨拶として、 裁判官は人に批判されることが少なく裸の王様になりやすい。初心を忘れず謙虚に人の心の痛みがわかる人になってほしいと挨拶した。2008年11月21日に長官を退官するにあたっての同年11月17日の退官挨拶では迅速、適正な裁判と身近で利用しやすい裁判所の実現に向けて努力してきた。 まだ十分とは言えないが、両方とも相応に前進したと思うと、また長官在任中に印象に残った事件として、同年6月に、婚外子国籍訴訟で父親から生後認知を受けた、婚外子について父母が婚姻しなければ、日本国籍を取得できないとする規定を違憲とした大法廷判決を挙げ、違憲立法審査権の重みを身をもって実感したと語った。 退官後に、作家の夏木静子の裁判百年史物語を読み、山市証券代理人弁護士夫人殺人事件について夏木との対談で読ませていただいて、自分の不明を恥じる気持ちになりました。自分の裁判では、被害者の気持ちを十分汲んできたつもりでしたが、そんな甘いものではないと思い知らされました。被害者とその遺族の気持ちを代弁するのは検察官の役割で、 被害者や遺族には、証人としての証言や上申書提出で、十分と思っていました。また、被害者を裁判に参加させて、当事者として発言を許すのは、裁判の中立公正な運営を乱す恐れがあり、決して好ましいことではないと思っていました。しかし、被害者に出てくる、岡村勲弁護士の実体験を読んで、考え方が変わりました。 岡村弁護士らの努力によって犯罪被害者等基本法が成立したことは本当に良かったことと思っていますと述べている。趣味は読書でロシア文学や推理小説を愛読している。ありがとうございます。